役割2組統一ですこれを一泣きするかどうかで結構もうわかりますもんね、うん、いやこだまは泣かなそうじゃないかなと見てきた、うん、私は思うのですがあの親番にこだわる人ですよねこれでトンポンそうですね一枚目泣く人は、うん、あの絶対上がろうというよりも何とか親権キープしようというタイプの打ち手ですよね、はいはい、点数状況も無理せず終われば浮いて終われそうな微妙な点数状況でもあるから非常に見どころあるかなと でも玉君今日はいつもよりりゆっくり打っく打てますよね,だいぶね今までなんかすっげえ早いなと思ってましたからねだ、ねうんはい、かあの,デビュー当時の決勝だから慎重になってるのか、はい、それともあの我々の解説に気を使ってくれてるのかまあでも多分周りからもちょっと言われたとかあるんじゃないですかあ、うん、一応あの映像対局だけはもうちょっとゆっくり打った方がいいよとかね。うん そうですね聞いてみたいですねうちらは何回カンペ出されたかな若い時もうちょっとゆっくりお願いしますっ、うん、だってヒサととか入ってると早くなっちゃうじゃんみんなねしょうがないよね今ねはい、うん、慣れてくるとマージンってね早く打つより遅く打つ方が難しいんですよね<ー>わざとゆっくり打つ方がね難しいんですよ、はい、やっぱりね、うん もう染み付いたこう自分の自身のテンポというかハイスピードが映像対局じゃないとプロ基本早いですからね、はい、早いですねとても追えないくらい <laughs> 早かったりしますよね、うん、トンが出ないまま児玉さんの形もまとまってきましたねんなんだかんだなんとチューンも出てないんです、ね、そうですね、うん、ただあの,あの形でまだ安全パイっぽいのを全く残さないということは結構 親屋は攻める気十分ってことですよね,、うん、ね広げている模様ですね,ですねただ急盤のドラが浮いちゃってる分トンポンがしづらいというかあなんでとさあ新井この難を仕掛けてベンチピン払いといきますうこれ基本切りづらくなったねそうですね <laughs> 実際は切っても何の問題もないんだけど万全 <laughs> ズの本一でポンとかされた日にはみたいな馬境に見えますね、うん、次急ピン照らしがありますもんね、うん 矢崎はごろち3はチのの色メール手にペンチーピンンピいいがこの後初ががこ後らしでで出るとももうう切りたくなな仕掛けまますだパさそうだからねねパいで追いいでもこれこ結構思い切りました、ね、んなんかピンズでなんとか回れるって。 のもありますありますかね全方向に、うん、ドラはともかくとして逆に新井くんの方が目一杯に行きましたね打ちづらいんじゃないですか、うん、打ちづらくなっているんですねだってね自分がマンズの方が目指しているとはえドラ一番思ってませんからね、はい、自分ね、うん、川崎がドラドラですね、うん、あドラ重なったんですね、はい あこれプレッシャーの掛け合いになってますねさあ,あら井シャンテンですトイトイとこれでンんマンズじゃないとバレたと、うん、もでもすごいねい<や>意志が強いね新井さん本当にといとい決め打つんですよさあ天敗役はありません天<杯>、はい役なし換算盤んど、ね、ドラなしいやこれいけないんじゃないかなチーマンションパイ 数数万切りが比較的おとなしいけど数万切っちゃうとねなかなかねはい自身でバーマン切っております、うん、一応ゴロチもあるし確かに四万とか数万とかになりそうな気がしますもうリンマンは怖いでしょう多分ね、うん、はい。ああ